あらゆることを対話で解決をする、決して武力を使わないで解決する、こんにちは、村山富一です。アジアの隣国として本来の正常な関係を取り戻すことがアジアの平和と発展、そして日本のために絶対に必要であります。昨今は2つの大きな課題を抱えてしまっています。その一つが尖閣の問題であり、もう一つが台湾有事の問題でございます。平穏にさせていただくためにこの2つの問題を解決する、その2つの問題とも50年前に大変頭のいい首脳の方々が苦労されて作ったところに答えが出ている、そのことを私たちが今一度50年前の精神というものを呼び起こして、日本国中の人たちに理解させていこうじゃありませんか。皆さん、平和で安定的な状況を東アジアに作っていくために、私は東アジア共同体、東アジアの国々の皆さんに集まっていただいて、あらゆる問題を紛争が起きる前にきちっと議論して解決していく、あらゆることを対話で解決をする、決して武力を使わないで解決する、この訓練をしっかりと行っていくことが今何より重要なことだと思っています。